れは蒙古流の技術。折衷だ、日本式とのな。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所がわかりましょう。先陣を切れ、わしが弓で援護する。Мөртайш бэдэн байгаарай. Ахиад учруул үхтэл болгоно. Самурай буцаад ирнэ гэж өөрийн сайн хацгаагаараа. Энд үе хаан. Аа, хэзээ ч байх. Чамаа хаг батна. しらしくなったものよ。金田の木でも見事だったぞ。巴がおらぬ。確かですか。調べましょう。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは様。ケンジ、どうした。いや、なぜ野営を見つけた。猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんです。では道で誰を待っておった。待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。
集められるだけ集めてくれ。着物に革に絹に材木、これで大勢救われる。ほら、来てよかったでしょ。金目のものってあり、あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた。スゲガサ州から盗んだ。酒井様、もうこの木をそらせます。逃げるつもりか。そんなそんな、策ですよ。当てにはならんな。そやつと逃げろ。出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願い出して。交渉ですから。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。抜けられるわけないよ。何か手はあるさ。
見つかったら殺される。アザモからも出られたよ。死にかけたじゃないか。対馬に攻めてくる前、猛虎は内輪揉めをしてたって言う。矢筒を新しくいたしませんか。恐れながら数が足りませんね。目的を達せられますよ。ジン、待ってたよ。なぜこの町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃親と共にか。まあそんなとこ。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て過去と向き合うのだ。俺らの町敵に囲まれてるね。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。あの壁長くは持たんだ。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中捕まるより死を選ぶだろうね。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね。勝ち目は薄い。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったの。俺のせいなんだ。あんたのせいじゃない。チュハルボ、チュイオハルさん。ヒオチュイシュワだった。フィンボズヤホやるんですね。走れるな。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だった。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。
行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。俺のせいも、あんたのせいじゃない。あたい、うん、したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。あんたのせいじゃない。走れるな。もう走れない。川までついていくんだ。いつも負ける。愉快な遊びだ。お知らせしろ直ちに。宇島さん、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばって、乱は沈められても志村家を恨む奴らがその度に追われるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいな。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。
とは何が望みだ。アンマルメンズ、やりか。去ったな、行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。無念ではあるが、鷹を探そう。本田のおなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。鷹は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがある時は親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えた。土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。見てたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。巴の修練場は近くのはず。ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持ってけ。俺が何をした。何故我らが追い剥ぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。
で勝負。ラッシュサムライ、バスティンジャマイ。待たせてしまったな。殺されるかと思いました。奴ら飯も食わさず死ぬまで働かせるんです。もう案ずるな。手を貸してくれるもの。筒で家族とはぐれてしまい、大浜の集落への道で追いつこうとしたのですが、もうこの野営があるとは知らず捕まってしまいました。始末しておこう。だが街道には近寄るな。うん、ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。ここにおれ。しばし一息ついて叱るのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切る。次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。屈指の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。走れ走れ。急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいては事を仕損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。こっちにいます。
動くな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの、おのれ賭けだ。何も修練場があるぞ。神社が荒らされておるな。誰の仕業だ。狐のムクロだ。神の使いを辱めるとはな。元には戻るまい。よくも先人の努力を。むごいな。悪心を起こしたようだ。対馬の民に対する侮辱だ。犯人を知らぬか。猛虎だ。奴らの所業か。まだ兵がおるはず。
ザー敵どうしようどうしようシプセケイビルドウソワので最後よしお主ら友の敵は撃ったぞどうか成仏してくれThank you.
つまり野営を見つけたのはランか。さようでございます。サカイ。石川先生。いかにしてランは野営の場所を。森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主がランか。はい。ともえめ、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。猛虎に対して弓を引くのであれば乗じるべき。気を許せばお主の背中に矢が打ち込まれる。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておる。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを後継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。本式の矢。そうであろう。ヌクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。巴がおったはず。探せ。先生。巴であろう。石川。
巴、逃げ場はないぞ。お前に何がわかる。どこまで逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、酒井殿。消えた。先生に伝えねば。Thank you.